はい、こんにちは、116インズです。ここ1ヶ月間ほどいろんな意味で球界を賑わせてきたカルロス・コレアの FA がついに決着しましたね。サンフランシスコ、ニューヨークとアメリカ横断の旅に出ていたコレアですが、最終的には昨年彼がプレーしたミネソタツインズと6年総額2億ドルの契約にて合意し、契約もついに今日正式発表となりました。コレアとツインズの契約には4年分のオプションが含まれていて、前年の打席数や各賞の受賞状況などで自動的に行使されるかが決まり、すべて行使された場合には契約は最大で10年総額2億7000万ドル。まあ皆さんもご存知の通り、コレアはジャイアンツ、メッツともそれぞれ大型契約に一度は合意しながらも、入団前のメディカルチェックで何らか異常が見つかって、どちらの球団との契約も正式に決まらなかったわけですが、ツインズとの契約設計も契約後半に怪我せず活躍したら契約しますよとなっているあたり、健康面の懸念によってかなり市場価値は落ちてしまった感は否めません。ただそれでもツインズのようなミドルマーケットのチームが一人の選手に2億ドルクラスの契約をコミットしたのは大きな決断ではあり、メッツと契約が合意となった後もツインズは諦めずにコレア側と接触していたようなんですが、コレアをチームに呼び戻したい意思自体は強かったんでしょう。一冬で3チームと契約合意なんて前代未聞ですが、3度目の正直にしてようやくコレアの今季所属先が決まりました。これから語り継がれることになるであろうコレアの激動の1ヶ月間をまずは簡単に振り返りましょう。まず現地時間12月13日にコレアがジャイアンツと13年総額3億5000万ドルの契約に合意したと ESPN のジェフ・パッサン記者が報じまして、チームのコアとなるスター野手を探しながらもアーロン・ジャッジ獲得戦線でヤンキースに敗れたジャイアンツにとってコレアの獲得は念願のスター選手獲得、核となるべき選手を連れてきたはずでした。しかし約1週間後の12月20日、この日はコレアのジャイアンツ入団会見が行われる予定だったんですが、コレアのメディカルチェックに何らかの問題が見つかったと報道があったように、会見が急遽延期に。当時はその問題がジャイアンツとの契約破談につながるような深刻度として伝えられていなかったんですが、そこから数時間後、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者がスクープを掴んでコレアが一転してメッツと12年総額3億1500万ドルの契約に合意したと報道。メッツのオーナーであるスティーブ・コーエンがどうしても欲しがっていた選手ということもあり、ジャイアンツのメディカルチェックで問題があったとはされながらも、そこは大きな問題にならないのではと思われていました。ただメッツもコレアの健康面に懸念を示し、年が明けても契約はなかなか発表されず、再び契約交渉が難航していたところで、ツインズがついにコレア獲得を正式に決めた格好となりました。コレアの健康面の問題は一部記者らの報道によりますと、彼の右足首にあるとされています。コレアはアストロズのマイナー時代の2014年6月にスライディングした際に右足腓骨を骨折、腓骨骨折と靭帯の手術を受けまして、この時に固定するために金属製のプレートを挿入したとされています。ランナーと接触した際にこのプレートに当たってしまって、コレアが痺れてしばらく動けなくなるという出来事も昨年ありましたが、ただコレア自身 MLB に昇格してから右足首由来の怪我で IL に入ったことは一度もなく、過去の怪我がそれほど大きな問題であるとは一般的に考えられてはいませんでした。当然ジャイアンツやメッツもこの過去の怪我については把握していたはずで、どちらかというと両球団が懸念したのは将来への長期的な影響。ジャイアンツ編成トップのファーハンザイディは新しい問題が生じたことを示唆していましたが、足首関係で何らか長期契約を結ぶには大きな問題を抱えていることが明らかとなったと考えるのが自然でしょうか。メッツは最終的にコレアに対して6年総額1億5750万ドル、当初合意した契約のちょうど半額しか保証したくなかったみたいですが、コーエンがあれだけ欲しがっていた選手に対してこの金額ですし、メッツとしては相当コレアの将来に不安を抱いていたことが伺えます。メッツのオファーを踏まえて最終的に同じ年数で4250万ドル多い金額を出したツインズにコレア側はシフトをしたわけですが、とはいえもともとジャイアンツと合意していた契約と比べると契約は7年と1億5000万ドルのマイナス。ラツワンとされるコレアの代理人スコット・ボラスにしては珍しい敗北と言えるのではないでしょうか。ジャイアンツとメッツの2球団から健康面に懸念を示されたことが知れ渡ったことがコレアの市場価値に大きなダメージを与えてしまった感じですが、ジャイアンツとの契約が難航したところですかさずメッツにシフトしたのがもちろん結果論ではありますが恨みに出てしまいましたね。ジャイアンツだけから懸念を示されたのなら意見の相違で押し通せたでしょうが、2チームから同様に懸念が出てしまうとなかなか厳しいでしょう。ボラスとしてもおそらくですが、右足首の問題がまさかここまで大ごとになるとは想定していなかったんでしょうね。もともとボラスはコレアの価値を上げるために、特にコレアは腰の問題を抱えがちだったので腰の名医のお墨付きを事前に得てそれをアピールしていたんですが、足首はちょっと予想外でしたよね。今まで問題になっていませんでしたし、防ぐのが難しかったとは思いますが、ボラスの敗北のイメージが強い契約となった印象です。
一方でツインズからすればコレアクラスのスター選手をバーゲン価格で残すことができたのではないのかなと、もちろんジャイアンツやメッツが懸念を示したように今後コレアの健康面がどうなっていくのかは心配ではあるものの、コンオフコレアと同じショートではトレイターナーが11年総額3億ドル、ザンダーボガツが11年総額2億8000万ドルもらっているわけで、その2人と年齢面でも選手としての実力の面でも優位に立つ今のコレアに対する契約としては怪我のリスク加味しても安めの印象です。まあ2チームのメディカルに引っかかってしまい、さすがにそれ以外の他球団も二の足を踏むような状態となってしまった中で、昨年1年間ツインズでプレーし彼の状態をよく分かっているからこそツインズが今回契約に踏み切れた側面もありそうなので、昨年オフにクリエイティブな方法にてコレア獲得を実現させたのがここで生きた印象です。ミドルマーケットのチームでも手を出せる範囲の契約にてコレアクラスの選手を連れてこられたのは良かったのではないのかなと。コレア残留によってツインズは昨年チームのナンバーワン野手を手元に残せたことになりますし、この影響は当たり前ですが大きいでしょう。突き抜けた存在のいないエール中地区で昨年のツインズは途中まで地区首位を走って終盤息切れしてしまいましたが、コレア加入の影響の大きさを実感した部分もあります。コンオフのツインズはウルシェラをトレードする動きには出ましたが、課題のキャッチャーに経験豊富なクリスチャン・バスケスを加え、この他にもジョイ・ギャロやカイル・ファーマーを獲得するなど補強には動いていますし、先発陣も健康さえ保てれば一定以上の活躍は期待できそうなので、まあ、現状は勝率5割ちょい超えなチームという印象もあれど、多少の上振れだけで地区の中で優勝を含め上位に行ける可能性自体は全然あるんじゃないのかなと。フロントも土壇場でコレアを残せたことで今季の展望はだいぶ明るくなったと感じていることでしょうし、もう少しこの冬の間に補強できたらさらに面白い存在となってきそうですかね。ということで球界を賑わせたコレアの FA ですが、最後にこの件で私が個人的に学んだことをまとめて終わりたいと思います。まずはメディカルチェックが油断ならない点、契約合意の報道を聞いてもメディカルチェックが終わるまでは油断しないようにしたいです。次ボラスでも失敗する、あのボラスでもスター選手の契約がここまでうまくいかないこともあるんだなと思いましたね。3つ目、諦めない姿勢は意外と大事。ツインズはコレアがメッツと契約に合意した後でも連絡を取り続けたとされています。諦めない姿勢がコレア残留を呼び込みました。そして最後、契約が正式に決まるまで代理人をタックルしてはいけない。コレアはメッツとの契約合意に至った際、喜びのあまりボラスにタックルしたらしいですが、結果メッツ入りも破談となってしまいました。正式に決まるまで喜びすぎには注意したい教訓を得ました。まあ最後は冗談にしても、今回のコレアの件はその異例さがゆえに話としても盛り上がりましたが、ツインズに戻ったコレアは期待通りの活躍を見せてくれるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。